こんにちは、つれづれママです。いつもありがとうございます。今日も一冊の本を自分勝手に解釈して皆さんにお伝えさせていただきます。あくまでも自分勝手な解釈ですので、正しくお知りになりたい方はぜひ実際に読んでみてくださいね。今日は並木義和さんの最高を生きる考え方の最終回です。どうぞ最後までお付き合いください。 さて、人生が大きく変わるとき、次のステージに進むときには、辛かったり苦しかったりする体験をする人も少なくありません。でも、その一つ一つを学びという体験として受け入れることができる人が、何段階もステージアップしていける人なんです。そして、その先には自分の想像を超えた人生が待っているんです。人は、 変わらないといととうことは不可能ですなぜなら揺らぎというものが宇宙に存在しそれが常に変化を促しているからです普段は小さな揺らぎでもこのままがいいって変化を拒んでいるとある日ドカーンと大きく揺らぐことになります大きな揺らぎがある時は止まり続けるのは違うそろそろ動き出そう という宇宙からのメッセージです。突然心配なことや怖いことが起こることもあるでしょう。でもその変化は交代ではありません。変化というのは同じところでぐるぐる回りながら見える景色を変えているのではなく、螺旋階段のように少しずつ上へ上へと上昇していきます。変化の最中には つらかったり苦しかったりしてとても上がっているとは実感できないような時もありますがそうした変化を受け入れていくことである日いい方に変わったと実感できる時がきますそれが変化するということなんです辛い変化もあなたが望んでいる未来につながっていくための流れが起きているからこその変化ですだから 苦しい時ほどその先の輝くステージに意識を向けながら進んでいきましょう。周りは嫌いな人ばかりと感じている人がいたとしたら、それは新しい地球の流れに乗れていないからかもしれません。今地球は古い地球と新しい地球に分かり始めています。新しい地球の流れに乗っている人は、 自分や周りのポジティブな変化に気づき、それを目の当たりにしているはずです。古い時代の流れに乗っている人は、依然として変わらない世界や、よりネガティブな流れに取り巻かれているでしょう。周りが嫌いな人ばかりというのは、古い時代のネガティブな流れを引きずっている状態です。恋したうわよに意識を合わせていきましょう。 前回もご説明しましたが、ここでもう一度。こ、心地いい。ひ、惹かれる。し、しっくりくる。た、楽しい。ふ、ふに落ちる。は、ワクワクする。よ、喜びを感じる。です。変わりたい気持ちと変わりたくない気持ちのはざまで、 揺れている状態が一番苦しいものです。それはアクセルとブレーキを両方踏んでいるのと同じです。アクセルは決して外すことはできません。アクセルを踏むのは魂の本質です。常に進化、向上していくためにアクセルを踏み続けているんです。そしてブレーキを踏むのはエゴです。変化を嫌い、抵抗するからです。 魂は変化することこそ本質であることを知っているので、ブレーキをかけることはありません。たまにエゴがアクセルをかけてくるときもあります。それは損得感情などの欲得がベースになっているため、どんどんスピードを上げていくことになり、その先にあるのが破滅です。だからこそ、本当の自分が主導権を握って運転する必要があるんです。 あの人に変わってもらいたい。現実を変えたい。と、外側に意識を向けている限り、内側に存在する本当の自分からどんどんずれていくことになります。本質を捉えたいなら、内に向かっていく必要があるんです。人生がうまくいかないと、周りのせいにしがちです。でも、それでは自分軸に一致していないため、 人生の主導権を握ることができません。すると、その隙にエゴが入り込みます。人生がうまくいかないときは、あなたがエゴの声に耳を傾けているときです。エゴの声に耳を傾けると、人はおごり高ぶっていきます。ハイヤーセルフはそうではありません。常にニュートラルなので比較しません。 マウントを取ることもなければ、卑屈になることもありません。なぜ、エゴの声に耳を傾けないことが大切かというと、そのベースにあるのが、ネガティブな感情だからです。ネガティブとは、分離に向かうという意味です。その分離に向かう行動を通して、満たされない思いが満たされることはありません。それどころか、 統合とは逆方向へ進んでいくため、人生がより複雑になり、問題だらけという体験をせざるを得なくなるでしょう。しかし残念ながら、エゴを消し去ることはできません。ただし、エゴの支配から抜け出すことができます。エゴは行動力に変えることができます。そして転換されて、エゴの力は非常にパワフルです。 一方、ハイヤーセルフは司令塔の役目を果たします。あなたの探している幸せはこっちにあるよって道を示してくれる存在なんです。司令塔に勢いよく反応して示された道に向かって進んでいくためのエンジンの役割を果たしてくれるのがエゴです。だから、エゴは排除するものではなく、 あなたにとって大切な味方になってくれるんです。エゴとの協力、エゴに支配されるのではなく、コントロールすることで、あなたにとって頼もしい、感謝すべき存在に変わるんです。祈りは願いを叶えるための第一歩です。心の奥深くで望むことを思い、言葉や文字にします。 すると宇宙はあなたの祈りに応えて様々なサインを送ってくれます。そしてあなたがそれをキャッチして行動に移すんです。もしあなたがこの地球を救ってくださいと祈ったとしましょう。するとそれに応じて宇宙がサインを送ってくれます。そしてもちろん自分が住んでいる地球を良くするために 自ら動くのは当然ですね誰かが助けてくれるはずなんて思っていたら大間違いです祈りに対して何らかのインスピレーションが降りてきたらエゴのパワフルなエネルギーと共同しながら行動を起こしましょうそうすることで祈りは循環し成就することになるのですいかがでしたか私たちは 常に変化をして少しずつ前進していってるんです。変化を恐れずに受け入れていきましょう。そしてその時に上手にエゴと付き合い、味方につけて進化し続けていきましょう。なんだか私たちの未来はとても明るそうですよ。想像できないほどの未来に向かって進んでいきましょう。最後までお付き合いいただき、 ありがとうございました。次回はまた新しい一冊を選んでお届けしたいと思います。その時までさようなら。